拓郎さんはですね、声はもちろんシャウトね、いいですけども、よく僕はよく言いますが、ポールの声を持った、ポールとジョンの声を持った吉田拓郎、これ売れて当然というのがあるんですけども、声もいいですが、希代のメロディーメーカーとしてですね、いろんな方にこう、曲を提供しておられましたがですね、その中でも今の風になりたいなどは、自分でよっぽど力を入れてたんでしょうか、自分で作詞と作曲までしたんですが、ね、その他、また、猫という曲にもですね、地下鉄に乗ってなんて、やってるんですけど、僕のエピローグというね、これですよ、隠れた、ね、名曲があるんですけど、こんなに悲しい歌があるから、本当に悲しい歌が好きだからな、悲しい歌があるのかなっていうぐらい悲しいからね。今やそうでした。高さん、ただ俺の気になるから、これ。あ、そうそうそう、ね。白い雲がやっぱポカリ、心の中に浮かんでる。しらけるんだが口癖の煙吹かして。夢を見る、あの子が消えちまったよ、あの子が消えちまったよ、幸せになれよと言われたのは僕の方だったよ。風の中で振り向くあの子の笑顔がありそうで、やっちまえよと言いながら喧嘩けしかけ知らん、あの子は信じまったよ、あの子は信じまったよ、弱虫は嫌いと言ってくれよ、負け犬のこの僕に、いろんなやつに誘われて帰らない日も多かった、寂しいんだとつぶやいて、今夜死ぬよと赤電話、あの子は言っちまったよ、あの子は言っちまったよ、生きるなんて辛いと笑っておくれ、あの頃の夜にさ